水の沸騰沸騰とは液体から気体へ相転移する気化が液体の表面からだけでなく内部からも激しく起こる現象である。つまり水の場合で言えば水の内部から水の分子が出ていくこととも言える。液体の内部からの気化を沸騰というのに対して液体の表面で起こる気化は蒸発という。液体の蒸気圧は温度の上昇とともに増加する。 上気圧が外圧と等しくなると、液体内部に気泡が発生し、沸騰が起こる。この時の温度を沸点という。外圧がちょうど1気圧の時の沸点を、標準沸点という。沸点は外圧により変わる。外圧が1気圧より高くなると沸点は上昇し、低くなると降下する。例えば水は一気圧下では、約摂氏百度で沸点に達するが、気圧の低い富士山頂では、 約摂氏90度で沸騰する。この原理は圧力鍋での調理、火力発電や原子力発電などにおいて応用されている。不揮発性の物質を液体に溶解させると沸点が上昇する。これは沸点上昇と呼ばれる。沸点に達しているにもかかわらず相転位が生じず沸騰しないことがあり、この状態を加熱という。 この過過熱の状態の液体に振動などの刺激を与えると突発的な沸騰を起こすことがあり、これを突発という。この突発を防ぐため科学実験では沸騰石と呼ばれる多孔質の石が用いられる。また、電子レンジ、ガスコンロ、IH クッキングヒーター等を用いた調理過程でも突発が起きることがあり、ただの水に限らず、豆乳やコーヒー、 味噌汁やカレーなどを温めて容器に触れたりかき混ぜたり調味料等を加えたわずかな刺激などで高温の液体が激しく引けるように飛び散るやけどを負うことがあるそのため自己防止の観点から急な加熱を避けるなどの注意喚起が行われている水の合図沸騰している水を沸騰水という外圧が変化すると沸点も変わるが 通常は、大気圧下で沸騰している約摂氏100度の水が、沸騰水として、実験で使用される。常温の水に比べると、やや反応性が高い。例えば、マグネシウムは、常温では、水と反応しないが、沸騰水とは反応する。また、塩化鉄水溶液は沸騰水によって、下水分解が促進され、水酸化鉄のコロイドと塩化物イオンと、水素イオンに分解される。 沸騰には、核沸騰と、膜沸騰がある。沸騰は本来は、水流が激しく泡立ち吹き上がるような状態を指す、熟語である。桃川沸騰山塚下方、四郷小宮浴十月の後また、水が沸騰する様から転じて、個人、集団や場の雰囲気が最高潮に盛り上がる様や、不満が爆発する様も指す。有水出動、天下沸騰。超高税。 艦隊総書竹内 P117ABCD 気圧と沸騰日本原子力研究開発機構2014年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年6月8日閲覧水の性質を参照 AB 食品加熱時の突仏に注意国民生活センター国民生活センター2016年10月11日閲覧 ABC 調理中の突然沸騰による事故の防止について、製品評価技術基盤機構、2015年2月19日閲覧、超高税、艦隊総書、全頭文、ウィキソース、ありがとうございます。